炭素症、または炭素とは炭素菌による感染症。羊やヤギなどの家畜や野生動物の感染症であるが、人に感染することもある人獣共通感染症である。人へは感染動物との接触やその毛皮や肉から感染する。人から人へは感染しない。感染症法における4類感染症、家畜伝染病予防法における。 家畜伝染病である。以下、特に断りがない限り人における記述である。皮膚からの感染が最も多いが、画法を吸い込んだり、汚染した肉を不十分な加熱で食べた場合にも、感染する。自然発生は極めて稀。炭素とは、炭のかさぶたの意味であり、英語名のアンスラックスはギリシャ語で、炭の意味である。この名称は、 皮膚炭素の症状で黒いかさぶたができることにちなむ。皮膚炭素症による黒いかさぶた人家畜問わず、致死率が高く、感染経路によっては、エボラ出血熱やペストに匹敵するほど危険な感染症となる。排炭素症、炭素症にかかった家畜は殺して焼却し、汚染物は焼却するか、厳重に消毒するようにする。また、 原因不明の病気にかかった家畜の肉は食べないようにすることである。また、ワクチンは日本にはなく、アメリカで1社が製造するのみ。しかも3から6回の接種が必要で、副作用の可能性が高く、予防接種はあまり推奨されない。除染法は、汚染場所に、要素、塩素などの殺資材をまく。緊急時には、塩素系漂白剤を10倍に薄めて、 霧吹きなどで噴霧する。殺菌用の紫外線放射機器を使用しても良い。抗生物質により治療可能。ペニシリンテトラサイクリンなど。他人には感染しないので、隔離の必要はない。手遅れでなければ治癒する。鏡膜染色、抗原検出法。PCR 法。PCR 法の利点は他の菌の混入があっても検出でき。さらに、 資料の新鮮さを問わず極めて有用。人、家畜を問わず、死亡率、感染力が高い。世界各地で見られる。潜伏期間は1から7日間と短いが、環境の変化などには、画法の状態で何十年も生き続ける。培養しやすく、増殖力が強い。炭素銀はその致死率の高さから、生物兵器としての開発が行われ、アメリカ、ソビエト、 イラクなどが保有した。特に旧ソ連では炭疽菌の画法を量産し、これを ICBM に搭載した生物兵器を配備していたとされている。1993年、オウム真理教はこれを散布するバイオテロを実行したが、失敗に終わった。2001年、炭疽菌の粉末を悪用したアメリカ炭疽菌事件が発生し、死者を出した。牛、馬、羊、 ヤギなどでは感受性が高く急性敗血症や尿毒症で死亡する。犬や豚では比較的感受性は低い。鏡膜染色、アスコリーテスト、パールテスト、ファージテスト、ポリメラーゼレンサ反応などが診断に用いられる。生前に診断されることは稀。牛、馬、羊、ヤギ、豚では家畜伝染病予防法に基づき、焼却処分を行う。 予防には無狂膜弱毒変異株による生ワクチンが使用される。緊急予防的に同居牛に対してペニシリンの大量投与を行う場合がある。超炭素に関するカテゴリー、肺炭素に関するカテゴリー。ありがとうございます。